明治の中期頃に緑化ですとか観賞用に外国から日本が輸入した花なんですが、その花が繁殖力が非常に強くて日本在来の植物の繁殖地にまで大きく繁殖していて、日本の在来の秋の七草にも数えられているナデシコ、特に河原ナデシコといってこういう河原に咲くナデシコですとか、あとは河原西湖っていう日本からの古来から生えている植物の繁殖地がどんどん減って、そういったものが希少種に指定されるようなことにもなっています。環境省が特定外来生物というものに指定して、駆除の対象となっている。